はい、始まりました。映画の話したすぎラジオリニューアル第78回になります。この番組は大阪の南森町にある日帰り店長によるイベント型カフェバー週刊周りにて、映画トークバーイベント、映画の話したすぎるバーを月1ペースで開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。関西の映画シーンを伝えるサイトキネボーズを運営しています、代表の原口です。マリオンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、前田さん参加少しだけ遅れておりますので、さっき3人で近況を話していきたらなと思います。原口さんの最近いかがでしょう。はい、キネボーズとしてはマスコミ社で沈黙のパレード、はいはい、お見たりしましたと。ガリレオシリーズですね。はい、であと今週末公開作品で、サバ缶を見てましたと。はい、はい、いや僕サバ缶どんな映画かあんま分かってないんですけど、1986年の少年時代の物語、舞台は長崎。あー、なんか、あ、予告見たな。ちょっと友達いない男の子と、その男の子と仲良くなった二人で、みたいな話でしたっけ。うん、そう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 。で、ちょっとした大冒険をしてっていう話。はいはい。あれ？草薙くんが大人の、そうそう、大人分で、草薙くん演じる主人公の子供時代の話。あ、そっかそっかそっか、なるほど、うん、ちょっとね、良さげなジョブナイル感は感じてました。うん、なんか結構シンプルではある、うん、うんうん。で、あとね、ちょっと意外なところで7ゲーでちょっとあるんだけど、インドネシアの映画で復讐は私に任せてっていうのがあって、うんうん、いわゆる ED の喧嘩野郎の男とシラットをめちゃくちゃ使いこなす女性のラブ&バイオレンスストーリーっていう、うん、ほうほう、あのシラットがねかっこよすぎるっていうのがあって、うん、いやー、映画ファンはねシラット大好きですからね。シラット大好き。映画ファンはシラット大好きだよ。もうそれ見るだけでも十分価値あると。はい。ハルさんの告知見て気になりました、あれは。あー、どうもどうも、ありがとうございます、うん、はい、僕もそんな映画あるんやって知らんかったですね。はい、あるんですよ。これはね、配給さんがあのジャイホツインさんの配信サービスのところが劇場公開するやつ。ほうほうほう、うん、結構注目どころでね。あとちょっと今日収録日本日がちょっとね、他の予定とか仕事で取材に伺えなかったんだけど、予定が空いてたら高橋よしきさんにインタビューする予定だった。あら、あー、激怒ですか。激怒っていう監督作品をやるんですけども、はい、来週末公開に、はいはい、ちょっとお会いしたかったなっていうのが残念なところ。あらら、あー、それちゃんと残念ですね、うん、はい、原口からは以上です。はい、前田さん参加されました、お疲れ様です。お疲れ様です。前田さんの近況どんな感じでしょう。近況はやっとスターウォーズをエピソード3まで見終えました。おお、どんな感じですか。なんかスターウォーズって結構世代によって456がいいっていう人と123がいいっていう人と、まあ、稀に7以降もいいっていう人と結構分かれる印象なんですけど、今のところ全部楽しめてて、うんうん、123はなんかもう456が分かってる分、うん、アナキン、アナキンどうしてそうなるんだっていう思いでずっと見てて、もうパルパティンが邪悪すぎて、うん、なんかでも6、あ、じゃあ123見終えるとまたやっぱり456見たくなるなっていうのを思いましたね、うんうん、めちゃくちゃいい楽しみ方してますね。そうなんですよ、読んで、オビワンとダース・ベイダーが戦うシーン、結構一瞬で終わっちゃうと思うんですけど、うん、あのシーンとか、うん、今考えたら、すごい熱いやんとか、思ったり、うんうん、ルークがダース・ベイダーと最後戦うというか、対峙するシーンも、やっぱり感慨深いなと思ったり、うんうん、次は一体何を見たらいいのかっていう、その、ローグワンに行くべきなのか、7、8、9にもう行くべきなのか、でも一回もう一回4、5、6を見るべきなのか、ちょっと迷ってます。あ、見る順番って結構迷いますよね。うん、そうなんです。人にこう、スターウォーズどこから見たらいいって進めるかって結構人によって分かれるとこあると思うんですけど、ちゃんと公開日順に見たらいいよっていう人と、時系列順に見たらっていう人と結構いると思うんですけどね。うん、確かに。そんな感じで、スターウォーズを誰よりも今、純粋な気持ちで楽しんでます。いや、マジでめちゃくちゃ楽しんでるなって思いながら見てました。リアルタイムでも結構上位に入りそうなぐらいの楽しみ方やなっていうぐらい。
いや、なんか本当に今更スターウォーズについて語りたいですもん。誰かと。誰とでも語れると思うんですけど、スターウォーズって。はい。もはやなんか、誰が話してくれるのかもわからないレベルで、浸透してる映画なんで、ちょっとまた映画バーでもいろんな人に話振ってみたいなと思います。はい。とりあえず、スターウォーズの話しますって全員に振ったらいいんじゃないですか。誰かは引っかかるでしょ。ねえ。まあね、どっかね、投げたら誰か当たりますよねっていう気が。うん。はい。じゃあ、マリオさん、いかがでしょう。僕は、今夜世界からこの恋が消えてもっていう映画と、あと、ネットフリックス限定ですけど、まあ今映画館でもやってるグレイマンっていうスパイ映画、はい、アクション映画を見に行きまして、まあ、結構どれも面白くて、結構満足度の高い作品で、うん、結構いい作品見れたなって今週はちょっと思いましたね。うんうん、今夜世界からこの声が消えてもは、三木隆博監督で、脚本が月川翔っていう、君の膵臓を食べたいとかの人ですよね。監督さんとかの人で。この手の青春恋愛映画とか、少女漫画系の恋愛映画とかを一手に引き受けてたような二人がタッグを組んだ映画という感じなので、そりゃまあクオリティの高いやつ出てくるよねっていう感じの映画だったんですけど、何より、その主役の二人ももちろんいいんですけど、親友ポジションの役に古川琴音が出てて、うん、偶然と想像の第1話とかに出てた女優さんですよね。古川琴音。はいはいはい。あの人。はいはい。はい。あの人がね、めちゃくちゃ良かった。なんか、主役を食ってる勢いで、結構役柄的にも結構美味しいところ持ってってるなって思うところではあるキャラクターではあるんですけど、うんうん、なんか古川琴音がね、隣にいるとね、ものすごい親近感が湧くというか、こういうこう、いそうみたいな感がすごくて、やっぱり演技上手い人は本当なんかすごいなというか、ふうにちょっと改めて思わされましたね。うん。うん、なるほど。そうか、あの人か。古川琴音って誰やったっけなーってずっと思いながら見てたんですけど、そうか、あの人か。ちょっと興味出てくるなー、それ。そうなんです。で、まあ、偶然と想像とかだったら、古川琴音って結構、ある意味、小悪魔的なというか、ちょっと悪魔的な振る舞いで問い詰めてくるみたいなキャラクターだったと思うんですけど、うんうんうんで、まあ、今夜世界からこの声が消えてもうても、主人公にどういうことなのみたいな問い詰めてくるようなシーンとかがちょっとだけあって、古川琴音になんか問い詰められるのいいなってちょっと思ったっていう。ちょっとなんか僕のフェチリズムになんか刺さるなんかみたいな風に、なんかこういうシーンいいなって思ったっていう。ちょっとなんかマリオさん言ってることがわかるなって思いました、ね。あ、わかりますか。いや、マリオンさんがそう思うのかわかるっていう。ああ、はい。そうですね。もう。なるほど。あれですね。僕なんか、親友ポジションの人が好きなのかもしれないっていう、恋は光もそうですけど、はい。はい。はい、うん。改めて自分そうなんやろうなっていうふうにちょっと思うようになりましたね。はい。はい。で、グレイマンなんですけど、今せっかく映画館でやってるんで映画館で見に行こうと思って見に行ったんですけど、うん、結構満足度が高かったんですよね、個人的に。うんうん、なんかこう、トップガンマーベリック以降で、洋画の対策が個人的にちょっと不発気味だったかなって僕はちょっとあったので、うん、なんかそのちょっともやもやした感じを結構いい感じに吹き飛ばしてくれるようなアクションとかも盛りだくさんだし、とにかくなんか活劇として面白い、とにかくっていう感じがちょっとして、うん、まあ見ててすごく楽しかったですね。話とかはもう手垢についた設定やら話だし、もう結構ずさん、もう中身何もないぐらいな勢いではあるんですけど、とにかく見ていて気持ちいいの一点でまあ突き抜けていってくれる映画で、もう結構満足度高かったですね、グレイマンは。うん。アーダ・アルマスが評判になってたやつですよね。そうですね。うん。そう。ノータイムトゥーダイで出番少ねえじゃねえかって思ったと思うんですけど、あれ以上に出ずっぱりなので、まあそういう意味でも結構満足ですかね。うん。うん、穴であるマスがロケットランチャー片手に暴れ回ったりしてたりするので、まあぜひちょっと見ていただきたいなって思うんですけど。なるほど。そんな感じですかね。はい。はい。僕は映画見てなくって、今回のお題のこちらアミコの原作本を買ったんですよ。で、うん、紙の本買うのって数年ぶりで、かつ小説となると多分5年じゃ聞かないぐらい久しぶりだったんですよね。小説読むのほんと久しぶりで、うん、ちょっと小説読むの下手になったなっていうぐらい、ちょっと読むのがね、少し滞ったりはしてたんですけど、むちゃくちゃよくって、まずこちらアミコも良かったんですけど、まあ、同じ本に掲載されてる別の短編のピクニックってやつがあって、これやばいんですよ、本当に。どんなお話なんですか？主人公は、なんて言ったらいいのかな、フーターズって、うん、女の子が露出多い食べ物屋さんあるじゃないですか。うんうん、そんな感じで、はいはいはい、ローラースケート履きながら、
接客してるような感じの店に働いてる若い女の子なんですけど、そこに30代過ぎてる女の人が新しく勤めに来るんですよね。うん、で、その人はローラースケートも履けないし、で、多分体型もちょっと太ってるんですよ。あと、容姿としても美しくないって明言されてて、多分そういうお店で働くようなタイプの人ではないんですけど、うん、でもその人がそこで働いて、その主人公に当たるのかな、その別の店員の人たちと関係を作るっていう話なんですけど、これがね、やばい。マジで、こちらアミコにも通ずるんですけど、こちらアミコはまあ映画見てたらわかると思うんですけど、アミコっていろんなものに気づいてないんですよね。うん、で、映画は客観なんで、そのアミコが気づいてないことに僕ら気づいてるじゃないですか。うんうん、でも、小説版のこちらアミコってアミコの主観なので、アミコが気づかないまま物語が進んでいくんですよ。うん、で、ピクニックの方も同じように、多分これ客観視点から描いたら、こういうことなんだろうなっていうのがあるんですけど、そういう登場人物の主観から描かれた時に、それが見事にぼかされながら話が進んでいくんですよ。で、淡々と話が進んでいく中で、あれ？これって、やばいこと起きてないですか？みたいなのが、だんだんぼんやりと見てくるんですよ。でもそれも確信は持てないんですよね。そこがあくまで主観のまま、話が進んでいくので、それがいいこととか悪いこととかもジャッジされないし、実はこれこういうことなんですよねって種明かしもしないんですよ。主観だから説明する必要がないんですよね。うん、そのまま話が進んでいくっていう。でもこれ読んでる側は、あれあれこれってこういうことですよねっていうのを想像の中で組み立てた時に描かれる世界っていうものがね、恐ろしいです。すごい、これは本当に。こちらアンミコの原作にも通じてますけど、今村夏子さんも僕初めて見ましたけど、すごいですね、この人。一回、文章で読んでみてほしいなって思いました。へー。はい。ちょっと気になりますね。はい。ってな感じです。はい。あと、この前のジュラシックワールド界の感想のお便りをいただいてます。キマトモマヤさんからいただいてます。前回のラジオ、ジュラシックワールド新たなる支配者会を映画視聴後に拝聴しました。そもそも公開日に見に行こうと思うくらいに本作を楽しみにしていたものの、コロナの陽性になってしまった都合で見るのがだいぶ後回しに、療養期間が無事終了し、すべてを放り投げ、本日モーニングショーへ行ってきましたが、美味しいからと巻きすぎてクリーム部分が全部落ちて残ったのはスカスカのコーン部分だけなんですけど、そんなソフトクリームいります？みたいな作品でした。新旧シリーズの乖離は否めないし、オマージュしたくなる気持ちもわかりますが、序盤から人数多すぎるし、終盤は役というより先輩俳優敬います感強く、恐竜映画ではなくただの VS イナゴ映画な点も続編ものかつ最終章としてかなり消化不良でした。そのため、前回のラジオで肯定する意見が多かったら正直かなり嫌だなと思いながら拝聴していたので、手厳しいコメントでかなり浄化されました。代弁ありがとうございました。とメッセージを送ります。長文失礼しました。これからも番組を応援するとともに楽しませていただきますと。ありがとうございます。ありがとうございます。ございます。浄化されたんだ。よかった。ね、うん。まあ、よかったですかね。まあね。まあ、いつも辛口であるとは限らないので、もしかしたら、畜生、今回は叩いてくれよみたいな回がいつか来ちゃうかもしれないですけど。ねえ。たまには。はい。まあ、基本そんな叩こうなんてつもりじゃないんですけど、なんかね、ちょっと口悪い回が最近多い気がしますよね。そうですね。ちょっとね、口が悪いかもみたいな、改めるような回がちょっと多いんですけど。でもまあ、あれぐらいで、ああだこだ言いましたけど、まあこれで留飲を下げていただけたのであれば、まあ良かったなと思いますよね。はい。まあ、引き続き楽しみにしていただけたらなと思います。はい、ありがとうございました。じゃあ今日のテーマトーク入っていきたいと思います。今日のテーマトークは、こちらアミコです。やったー。はい、ようやく。はい、もう待ちに待った。はい。じゃあ、原口さん解説お願いします。
はい。映画 .com より拝借します。芥川賞作家、今村夏子が2010年に発表したデビュー小説を映画化。広島で暮らす小学5年生のアミコ。少し風変わりな彼女は、家族を優しく見守る父と、書道教室の先生でお腹に赤ちゃんがいる母、一緒に登下校してくれる兄、憧れの存在である同級生の男の子、のりくんら、多くの人たちに囲まれて元気に過ごしていた。そんな彼女のあまりにも純粋で素直な行動は、周囲の人たちを嫌をなく変えていく。大森達治監督作などで助監督を務めてきた森雄介が長編監督デビューを果たし、アミコの無垢な視線から見える世界をオリジナルシーンを盛り込みながら鮮やかに描き出す。主人公のアミコ役にはオーディションで選ばれた新生の大沢香菜が抜擢され、井浦新と小野町子がアミコの両親を演じるとなっております。はい。では、ここから具体的な内容に触れる話入っていきたいと思います。ネタバレ気にされる方がいらっしゃったら、一旦聞くのを止めていただけたらと思います。はい。では、おのおの触りの感想を伺っていこうかと思うんですが、原口さん、本作の感想いかがでしょう？はい。皆さんがいろいろと言うと思うんですけど、私は二つ気に入ってて、一つはお父さんの描かれ方がいいなっていうのと、うん、あと結構こだわった絵作りを気に入ってて、その辺をこの後話せたらと思ってます。はい。前田さんいかがでしょう？私は結構好きな作品だったんですけど、今年見た映画の中で一番人と話したいなって思うような映画だなと思いました。うんうん、だから今日めっちゃ楽しみにしてました。はい。マリオンさんは、前結構ね、聞きましたけど。そうですね。一応もう一回。はい。まあ前もちょっとオープニングトークで言ったりはしたんですけど、まあ映画としてはめちゃくちゃクオリティ高いと思うんですよね。すごくなんか絵作りとかもおって思わせるところとかもあるし、すごく出来はいいなと思うんですけど、僕の中ではめっちゃ強烈に拒否感がしてしまう映画というか、うん。僕はやっぱり、なんて言うんでしょうね。アミコがちょっと嫌いすぎるっていうのがちょっと僕の中ではやっぱあって、でなんか、うん、まあ僕嫌いって思っちゃうとなんか全部がちょっともう自分にとって結構苦痛に思えてきちゃうっていう映画はなかなかなかったので、まあそういう意味でもちょっとまあ結構強烈な映画だったなっていうふうには思いますね。はい。はい。僕はですね、もしかしたら今年ベストかなと思ってます。おー。で、僕はかつて、ちょっとだけアミコだったし、ちょっとだけアミコのお兄ちゃんだったし、今もちょっとだけアミコのお父さんだし、あと、アミコの周囲にいるすべての人々にちょっとずつ僕なんですよね、多分。本作の中に僕がいないのは多分お母さんだけなんですよ。で、あっちこっちに入ることができる。入ってしまえる。で、そうすることで、もう誰も悪くないんじゃねみたいなので、結構しんどい映画でしたね。うん。これを描いたのって本当にすごいことなんじゃないかなと思って、あと、小説との補完ですね。これがすごかったです。小説読んでよかったなっていうのがあって、映画っていう媒体の特性と小説っていう媒体の特性、それぞれがこのこちらアミコっていう物語を別の側面から切り取ってて、それぞれを見ることで補完される物語っていうのが結構強烈で、小説読んだのも含めて今年ベスト級の体験だったかなと思ってます。はい。そんな感じで。はい。では、いつこちらアミコについてお便りいただいてますので紹介させていただきたいと思います。前田さん呼んでいただいていいですか？はい。お名前、西野さんから。西野さん西野さんだ。多分。あの西野さんだ。いつも映画バー来てくださる西野さんだと思います。あの西野さんであり、週刊曲がりで図書館バーでしたっけの店長されてる方ですよね、はい。では、読みます。いつも楽しく聞かせていただいてます。こちらアミコ、見ていてしんどい映画でした。鑑賞から時間の過ぎた今となれば、アミコを中心にして崩れていく世界を映画の中に見ていたと思います。そして僕は崩れる側の世界の人間として作品を見ていたので、このような感想になったのだと思います。シンジ君に全く感情移入できないエヴァンゲリオンってこんな感じなのかも。アミコを中心にした見方をすれば感想は変わっていたのかもしれません。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。アミコには感情移入してなかったってことですね。その周囲の人間視点ってことですね、これは。うん。そうですね。崩れていく世界側の人間。うん。僕、結構、それこそ本当この間の映画バーの時にもちょっと、こちらアミコの話、西野さんとしてたんですけど、僕結構わかるなと思いながら話は聞いてましたね。ああ、なるほど。そこは噛み合ってたってことですね。うん。
まあそのあたり、もしかしたら次の映画バーでまた話するかもしれないですね。そうですね。うん。喋ろうぜ。喋ろうぜって。これ断定してるけど、あの西野さんじゃない可能性もあるから、一応。こっちは知ってる人だと手でね、話してますけど。まあ、お便りありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、内容を深掘りした話入っていきたいと思うんですけども、原口さん、さっきおっしゃってたことなど、どんな感じでしょう？はい。な、これ、ちょっと印象に残ったのが、イール・アータさん演じるお父さんで、ギリギリのところで手を上げる行為をしてへんなと。ギリギリのところで、アミコを突き放すとこまでして、手を上げてへんなっていうのが、結構印象的には残ってて。うん。さっき山内くんがいろいろ当てはまってたけど、俺逆になんか、これぐらいのちっちゃい時って、自分の両親がもう怖いだけの存在でしかなかったから、だから普通にアミコの気持ちになってみてるといつ手あげられるやろなっていうのが結構ドキドキしてたとこあったんだけど、あくまでお父さんは手あげてへんなっていうのがなんかいいなっていうのがあった。ちょっとつつくとか寄り添わで突き放すギリギリのところで我慢してるんやろなっていう印象が結構残ったかなと、うんうん、まあ大大小なり子育てってしんどいですし、耐え難いことって結構あるとは思うんですよね、うん、でその中でも、まあ、アミコは特殊より、特殊って言うの正しいか分かんないですけど、あえてここはもう特殊と言っときます。特殊よりの存在であり、より負荷が大きい。で、それに耐えるっていうのは結構なことではあるんですよね、間違いなく。うん、そうですね。もうなんか、話が進むにつれて、もうみんなボロボロになっていくじゃないですか。もう結構、なんてグロテスクなぐらいな感じにちょっとやっぱ僕は見てしまいますね。まあ子育てってそういう要素はあるよねというのは重々わかりますけど、うん、結構まあ、うん、なんてものがスクリーンに映ってるんだっていう気持ちにやっぱなりながら見てはいましたね。うん。僕は結構あの家族崩壊っていうものは特殊なものとしては見なくって、あれぐらいのことって世の中にいくらでもあるなと思ったんですよね。大きな破滅はないけど、緩やかに壊れていくっていう。で、お父さんも多分もう別で生き方見つけちゃってるんですよね。アミコ以外に。で、兄ちゃんはもう不良になって暴走族として居場所を作って生きていこうとしてるし、っていう。ああいうのって別に大いなる悲劇とかではないというか、普通にあり得るなと思って、そこのグロテスクさ自体はあんまり感じなかったんですよね。普通普通っていう。そこがありふれてるからこそ悲しいなとも思ったんですけど。うんうん、まあ、ありふれてるのかなと思いつつも、やっぱ切り取り方がアミコに寄り添いもせず、突き放しもせずみたいな距離感で客観的に見てるっていうのもあってか、結構ありのままドンって出すっていうのが、ちょっと僕はグロテスクに思えたって感じですかね。怒ってることは確かにあり得ること、うん、大きい、小さい、関わらずどこかで絶対あることなんだろうなと思いつつも、なんかある種こう距離感を保ったままあれをそのまま出すことに僕は結構、なんか、グロテスクさを覚えたかなって感じがちょっとあったんですけど。うん。うん、なるほど。途中ちょっとホラー映画みたいな演出も入ったりするじゃないですか。小野町子が机に突っ伏して顔も見えないみたいな、うん、髪の毛がバサーってなってるとことかもちょっとホラーみたいにしか見えないというか、ちょっと怖いみたいな演出とかも結構されてるし、まあ、ちょっとなんか、うん、グロテスクさが僕の中では結構際立って見えてたんですよね。アミコの身の回りで起こる出来事っていうのがすごく。うん、なんか私、正直最後の最後まであんまり今作の嫌な空気感じなくて、結構ずっとアミコ目線で、それこそちょっとハッピー気味に見てて、うん、だから私なんかそれこそその小野町子が壊れちゃうきっかけになるお墓作る事件というか出来事があったと思うんですけど、うんうん、はい、あれもなんか私も絶対喜んでくれると思った、うん、正直だからわからんくて、ほんまになんで小野町子があんなに泣いてるのかがっていうぐらい、なんかちょっとアミコによって見てましたね。うん、だからなんか唯一自分の本当の子供じゃなかったっていうところで、うん、まあちょっと納得というか、アミコが自分の本当の子供だったら多分違ったのかなとは思ったんですけど、うん、アミコの行動自体にはなんかあんまり私はそんなにおかしいことをしてるんかなってちょっと思っちゃって、うん、なんかその周りの人も、お兄ちゃんも優しいし、うん、クラスの男の子も優しいし、うん、そうじゃない人たちもいるけど、なんか自分もそんな感じだったような気もするなとか思いながら見てたんで、あんまり嫌やなって全然思わずに見てました、最後まで。最後は嫌でしたけど、うん、
あ、なんか、多かれ少なかれみんなああいうことあったよねとは思うんですよね。なんて言うんですかね、うん。この子供っていう右も左もわからないし、もうとにかく純粋。それゆえに何か、ふと客観的に見ると、あれちょっとこれまずいのではみたいなことを平気でやっちゃうみたいなのって、絶対僕もやってきたと思うし、なんかそれはわかるんですよね、うん、そこは。うん。だからなんか、アミコが悪いとは断罪はしたくないけど、ただめっちゃ、あ、なんか嫌な気持ちになんかすごくなっちゃう。まあそれは今僕がちょっと大人になってそれを見ているからなのかもしれないし、っていうのはあるんですけど、まあでも絶対そういうこと僕もしてきたなとは思って、なんかそこは一定のこう理解、一定の理解というかそこはわかるんですけどね、なんかね。なんかでもやっぱ、うーんってなっちゃって、なんなんだろうな。そういう意味でね、なんか俺は、ちょっとさっき山口くんだから特殊って言ったけど、割と最初見た時は、基本的にアミコは、ひたすら純粋無垢な素直な女の子っていう立ち位置では見てて、そういう意味ではなんか俺も自分のちっちゃい時と、なんか重なるなーいうところあったり。逆にそれで親の反応がショックやったりしたこともあったりとかあったかな、うん、なんかちっちゃい時に、いわゆる紐靴をデビューする時に、なんかリボン結びがなかなか上手にできなくて、それだけでおかんがショックで寝込まれたことがあって、なんかそれに近いものを思い出してしまって。あそれはちょっと近いかもしれない。うん。あなんかそのことをちょっとね、この間もみんなとファミコを話しながらちょっと思い出してしまった。まあ、子供って大なり小なりああだとは思うんですよ。こっちの思惑を汲み取ってくれないみたいなのってあるし、うん、僕見てて、あ、これ子育てしててこういう瞬間結構あるなって思うところちょこちょこあるんですよね。あ、なんか意図は伝わってないなっていうので、ギャップが生まれるみたいなのはよくあるんですよ。で、まあ、本作、アミコ、おそらく、まあ、何か発達に関する障害を持ってそうな感じがすると思われる。自閉スペクトラム症であるとか、ADHD であるとか、あるいはそういったものを合わせ持ってたりするかもしれない。集中力がないであるとか、あと何でしょうね。まあ、その、自分の世界に入り込みすぎてしまうであるとか、まあ、そういう状況みたいなのが見られる。それはもしかしたら症状って呼ばれるものかもしれないですけれども、でもやっぱり子供って、で、明確に疾患名がつくようなものでなくても、ある程度はああだとは思うんですよ、うんうん。黒くはなくても、淡いグレーとか濃いグレーとかっていうのはあるなとは思って、そこはすごい普遍性がある話だなとは思うんですよね。親の言うこと聞けないよねとか、空気読めないよねとか、その空気読むって概念そもそもないですよねみたいな。そういうのってむちゃくちゃあるとは思うんですけど、やっぱり本作はその普遍性とは別の特殊な話にもなっていくとは思うんですよね。やっぱりその普遍性の領域ではないよなっていうぐらいには、やっぱりアミコは特殊と思われるっていう感じにだんだん分かっていくっていう感じ。はじめは、春口さんがおっしゃってたように、純粋な子供。ちょっと純粋すぎる子供に見える。はい、でも、いくらなんでも、わんぱくすぎるだろう。いや、これって、ああ、そういうことみたいなのが、見ててだんだん分かっていくみたいなのが、本作の肝というか、ああ、そういうことだったのかって分かっていくっていう。で、これは、今村夏子さんの小説、僕、まあ、今のところ2作しか読んでないけど、共通している作家性なのかなっていうふうには思います。あ、そういうことっていうのは後からわかるっていうの。うん。ですね。あと、マリオンさんもしかしたら、小説の方を読んだらもうちょっと理解しやすくなるかもしれないです、本作は。全部アミコの主観なんですよね。うん。なので、全部の行動が理路整然としてるっていうのがわかるんですよ。理由がある。突発的に何か暴走しているわけではなく、例えばお母さんに弟の墓を見せるっていうの、うん、あれも今まで金魚とかカエルの墓とか庭に作ってたっていうので、うん、まあ、叱られたと、うんうんうん、であれは汚いからダメだったんだっていう発想をしてるんですよね、うんうんうん、じゃあ今度は字の綺麗なのりくんに書いてもらって、かつシールでデコレーションして美しくしたらきっとお母さん喜んでくれるよねっていう理論が通ってるんですよ。なるほどなるほど。はいはいはい。で、もちろん僕たちはその理論は飛躍してるっていうのは理解できるんですけど、少なくとも小説の中でアニコの主観ではアニコが決してただ暴走するだけの怪物的な子供ではないっていうのがわかるんですよね。で、映画から原作小説に入ると、おそらくある種の答え合わせとして読めるんじゃないかなと思います。ああ、なるほど。まあ、そっか。
アミコはこう思ってたんだなっていう。まあ、原作がもう、アミコの主観しかないってことですよね、うん、そもそも。うん。ああ、まあ、そりゃなんか、まあ、それをじゃあ映画にしますって絶対それは客観的になるよねっていう。アミコの前にカメラが置かれるって、うん、まあ、客観的になるしかないっていうのは、そりゃそうなんやろうなって今思って。うん。この話を客観的に見てよかったのかなっていうのは、ちょっと。うん。いやまあその小説を映画に落とし込む上でまあそうなるっていう小説通りやれっていうのはまあでもおかしい話なのでそこになんかケチをつける気はないんですけどもなんかそうしたことによって結構僕の中でのなんかこう拒否感みたいのが結構でかくなっちゃってるのかっていうのはちょっと今山口さんの話を聞いてちょっと思いましたね、うんうん、その拒否感っていうのはアミコを取り巻いてる状況に対するものそれともアミコに対するものなんですか？自分がなんでこんなになんかなのかなって思ってたんですけど、結構僕いろいろ考えたんですけど、僕なんか一番自分に近いなというか共感してたのってのりくんだったんですよね。私もね、絶対そうだと思ったんですよ。そう。うん、いや、私、自分がアミコで、マリオンさんはのりくんっていうパターン想像できるもん。そうなんですよね。なんか、僕結構やっぱのりくんの視点に立って見てるんだなって思ったんですよね。で、のりくん視点でアミコと接してたら、もうしんどいわけですよ。うん。いやもう、ほんとあのクッキーのくだりとかほんま、お前ふざけんなよって思っちゃったし。ほんまでもこれ、ふざけんなって思いましたし。いや、そら、殴っちゃいますけど、のりくんね、アミコ。ボコボコに殴っちゃいますけど、うんうん。いやもうなんか、僕だけは君をちょっと肯定してあげたいって思っちゃうぐらい。あんまり良くないけど。良くないことだけれども、気持ち的にはもうめっちゃ、そうだな。殴りたいよな。気持ちわかるって思っちゃったっていう。なんかまあ結構あって、なんかそういうのがあってやっぱ僕、アミコが嫌いってなっちゃったんだろうなっていうのがありますね。なんか。うん。いや、マリオさんがアミコ嫌いっていうのを聞いて、あ、絶対ノリくんしてんやろなっていうのを思ってたんですよ。うん。だろうなと思って。うん。だって彼からしたら、うざいし、小学校っていう社会の中で自分をアウトサイドに引きずり込もうとする悪魔ですよ、あれは。そうなんですよ。ノリくんからしたら。で、やっぱなんか、ノリくん素直なので、アミコちゃんのこと面倒見てやってねって言われたら、まあ見ちゃうわけですよね。で、多分僕もそうしてたろうなって思うし、あと、小学校時代でしたっけ？アミコとノリくん。付き合ってんだぜって林立てられて、のりくんが教室内で悲惨なことになるじゃないですか、うん、悲惨なもう気持ちになるじゃないですか。うん。なんか、ああいうの、僕なんか経験あるなって思い出して、きついな、それは。なんか似たようなことあったんですよ、僕も。うん。ああいう、あいつ、あの子のこと好きらしいぜ、みたいな、林立てるみたいな、もうすごいこっぱずかしくなるみたいなのが、経験があるので、なんか余計に自分とのりくんを重ねちゃうっていうのがやっぱあるかなとは、まず思いますね。うん。あれはね、しょうがない。てか本作、誰も悪い人いないと僕は思ってるんですよね。まあ、うん。あえて、原因と呼ばれるものを突き詰めるとしたら、原因はアミコなんですよ。私は結構お父さんがひどいと思う。まあお父さんも結構、それもそう、うん。お父さんだけがひどいと思った、私は。例えば、のりくんとか、お母さん、このまちことかは、うん、アミコに対して、真面目に向き合おうとしすぎた人って感じがするんですよね。うん、自分と違いすぎる人間に対して、真面目に向き合いすぎた人っていう感じがするんですよ。うんうん、だから、その、坊主の男の子とかは、そういう意味で、あとお兄ちゃんとかの距離感ってすごい良かったと思うし、うん、でもお父さんだけは、うん、そもそも実の子やし、うん、分かってて再婚もしてるわけであって、うん、それをなんかこう諦めるっていうのは許せなかったですね、うん、正直、うんうん。別にちょっとあんまり関心がないとか、うんうん、距離があるとかっていうのは、うん、別に全然こう、まあいいというか許せるんですけど、うん、もう捨ててるやんって思ったもん、うん、子供のこと。なんかちょっと、ハッチングの父親にもちょっと似てるような気がしたんですけど、うん、優しいけど、あんま親身になっては構ってないよねっていう感じは、ハッチングの父親ともすごく似てるかもしれないなと思います。うん。それは確かに。そうですね。だから、家族崩壊者としては、今年ハッチング僕かなり好きやったんですけど、いや、上越えてきたなっていう感じがあって、ハッチングは偶話やと思うんですけど、アミコは偶話じゃないなという、もっと生々しいものだなと思って、あのお父さん像は本当に生々しいと思うんですよ。愛してはいるよ。ちゃんとはしないけどねっていう感じ。うん。いや、そう思ってたんですけど、私も最後までは。
最後の選択は、うん、私は、まあ、ずっとアミコと思って見てたんでね、その話を、うんうん。捨てられたって思いましたもん。もうなんか本当にショックで、私も、お父さんの部屋はっていう気持ちで見てたんで、うん、お父さんの部屋どこにする？そっか、今日からここに住むんかとか思いながら、うん、おまちこと離婚したんかとか思いながら見てたんで、うん、あれは結構きつかったですね。すごいもう、自分が捨てられたみたいな気持ちになりました。もう突き放されたとかじゃないですよね、本当にもう。もう置き去りというか。うんうん、そうですね。あれが、うん、でもなんか、まあそこも含めて本作が私はその好きなとこなんですけど、うん、なんかあんまりその道徳的な善悪の話にしてないところがすごい本当に好きで、うん、なんかこれを誰かの視点でいい話と悪い話にしてしまうんじゃなくて、うん、本当に現実として同じようにショックを受けたり、うん、こう、嫌悪したり、うん、こう疲弊したりしながら見れたっていうのはすごい映画体験として良かったです。うん、そうですね。うん、確かにあのお父さんね、まあアミコがああいう子じゃなければもうちょっとうまくやれてたかもしれないけど、まあ、それでも決してすっげえ父親ではなかったような気はしますね。それを聞いてると、あと多分。世の中の父親って結構の割合ああいう人ですよ。いや、絶望するわ。もうそんなん、まあまあ、ダメですね。ダメです。いや、だからダメなんですよ。でも、ああしかしない人はいますよ。多く。うん、でも、逆に、あの家族の最初かちょっといびつさはやっぱりあったと思うんですよね。うんうん。まあその再婚して本当の母親じゃないっていうところから始まってて、うん、逆に私、アミコがまた違う。こうもっと繊細で、うん、すごく空気を読むタイプの子供だったとしたら、うん、それはそれでアミコが壊れていったと思うんですよね。それこそハッチングじゃないですか。そう、なんか本当にアミコさんって呼ぶところからして私もそれが一番嫌でしたもん。あそこね。もうなんかあの感じとか、習字習わせてくれへんとことかも嫌やったし、うん、結構お母さんは私はちょっと嫌でしたね。ほくろも気になるし。それ。なんかなぁ。僕なんか結構その、まあ、ひどいなっていう部分、大人たちありますけど、でも、その疲弊しちゃったりとか、なんかそういうふうにしか、もう、ちょっと距離を遠ざけたような距離感でしか接しられないみたいな、ふうな気持ちもなんか僕結構わかるような気がしちゃうというか、うん。うん。いや、ま、子供ですし、純粋ですよ。それもしょうがないとは、わかっていても、じゃあ僕たちしんどくなった時どうしたらいいんだろうみたいなことを僕結構考えちゃったというか、純粋だったら何してもいいのかって言われてもちょっと違うしな、みたいな気持ちにもなっちゃうというか、まあそれをじゃあアミコに当たればいいのかってそれは違うけど、けどなんかそれもなんかちょっと違うしな、みたいな気持ちになっちゃって、うん。あの大人たちとか周辺の人たちもなんかすごく大変なことばっかりやったんじゃないかなって結構想像が働いちゃいましたね。うん。もっと理想を突き詰めて言うなら、多分、アミコはもっと適切な教育があったとは思うんですよね。アミコに対しては。そうで、アミコは全然学校の勉強できないんですけど、あれは多分学習障害とかそういうのではなくって、ちゃんと勉強できる環境を与えられなかったのかなっていうふうに僕は見てたんですよ。だから、ああいう学校の集団の中で集中して勉強できるタイプではなかったとは思うんですよね。で、どんどん勉強をしなくなって、学校にも行かなくなって、学力は置いていかれて、もうどんどん社会からこぼれ落ちていってしまってるっていうのはあったと思うんですけど、例えばそれこそ、人数の少ない習字の教室の中で字を書かせるとかをちゃんとしてたら、字を覚えてたかもしれないですよね。しなかったですけど。でも、多分その、アミコに適切な環境を与えるべき時に、お父さんは、再婚の方に針を振ってたと思うんですよ。あのタイミングで再婚してるっていうことは、アミコにどう接すべきかっていうことに、ちゃんとリソース避けてなかったんじゃないかなと思うんですよね。うん、まあ、母親がいた方がいいよね、みたいな考えはあったと思いますよ。うん、まあ、その考えも甘いですよね。結果的に全員崩壊しますからね、それで。しんどくなってきた。うん、なんか。しんどくなってきたし、自分が一応大人になったのは奇跡やったんやなとか思ってきました。成長の見せ方で、見ててショックやったのが、数年後の中学生になった時の姿。うんうん。
で、これ演じた大沢香菜さんはどうやら多分生年月日から察するに去年撮影で当時10歳の子が演じてて、10歳の子に中学校の制服を着せて写すとなんかこう成長が追いついてない中学生感が出ててショックやって、あれ見た瞬間そう、それは僕も思いました。あれ、いや、すごい。うん、年齢相応の成長してなくて中学生になってる感が、見てて辛かった。ほんで、いじめを受けてるってわけやから、あれ、すんげえショックやったな。うん、映画版って、多分、3年か2年ぐらいの話だと思うんですよ。うん、お兄ちゃんと、アミコは両方とも小学校のタイミングがあって、お兄ちゃんが中学校に入ったタイミングがあって、アミコとお兄ちゃんが中学校に入ったタイミングがありますよね。ということは最低3年いるのかな ?3 年ないとあの話成り立たないんですけど、原作は少なくとも5年あるんですよ、時間が。ほう。アミコが10歳の誕生日が映画冒頭の誕生日で、で、アミコは最後、映画だと転校しますけど、原作は卒業なんですよね。中3まで中学校行ってるんですよ。ほう。でもそれだと一人の役者さんには演じられないんですよね。絶対に姿形が変わるから、うん、なので映画版は時間を圧縮してるんですよ。しかも何年かっていうの微妙にぼかしてたと思うんですよね。時間感覚あんまり厳密じゃなかったと思うんですよ、はい、で厳密にすると成長がおかしくなるからなんですけど、でもそうすることで小学校中学年ぐらいのアミコがそのまま中学校に入ってしまったみたいな違和感を画面が持つことになってるんですよね。で、そこでアミコの社会的な成長してなさみたいなのも表現されてたように僕も見えました。それは副産物かもしれないです。一人の役者さんで演じなければならないっていうことに関する、でもすごい違和感あるんですよね。その違和感が画面に入ってるような気がしたんですよね。私は概ね同じような感覚なんですけど、まあ、その制服っていうものを着ることによって、やっぱりそのそれまで以上に社会のこう枠というか、に当てはめた時のちぐはぐさが表現されてるのかなっていうのと、もう一つは私が思ったのは、アミコの両親が、アミコにちゃんと適切なサイズの制服を買ってあげてないんだなって思ったんですよ。ほう。ああ。なんかそこ、あの視点で、すでに、もうアミコに対する、こう、興味というか関心をだいぶ失っていて、まあ3年間あるし、これぐらいのやつ買っとけばいいやろみたいな、適当さがすごい、だからアミコに対するこう、ちょっと愛情の薄れみたいなものが、ちょっと見えてしまったなっていう感覚はすごいあって。ちゃんと制服が、あれ、ぴったり制服サイズがもうちょっとちゃんと合ってたら、そんなに違和感、そこまでまだ出てなかったと思うんですけど、すごいダボダボの服着てたから、そこは思いましたね。なるほどな。やっぱ、中学校に入って、より社会的な枠組みとしての色合いが強くなるっていうのは、その通りだと思って、私服じゃなくなるっていうのは一つあると思うんですけど、やっぱり中学校になると、大人になるロールプレイをしていくみたいな感じがするんですよね。だから、かつてまだ天真爛漫な子供という範疇で捉えられたアミコという存在、グラデーションの中の子供の色合いが濃い世界ではまだアミコは、子供としていられたけれども、大人という色合いが強くなった中学校においては、天真爛漫さは異物として働き始めてるんですよね。だから、その異物感、まだ面白がられたものが完全にいじめであるとか、排除に働いていくっていう中学校に入ると。あの感じが、やっぱり小学校から中学校へ移る時の強い境界線みたいなものを感じたし、その境界線を超えられないアミコっていうものがすごい際立って見えたんですよね。確かにそうですね。中学校に入るってやっぱ大人になるロールプレイをしだすっていうのは確かになというか、やっぱ人の目を気にしだすようになる年じゃないですか、やっぱり中学校って。でもやっぱアミコって別にそこ気にしてないから、まあちょっとやっぱ何あの子ってやっぱなるのはそうだよねっていう思います。さっき原作は5年って言ったんですけど、5年あることで、お兄ちゃんとちゃんと年離れてるんですよね。2つ離れてることになるのかな。兄子が中学校入ってる時点ではお兄ちゃんは中学校にまだいるんですよね。田中先輩って恐れられてるから。だから多分2歳離れてるんですよ。だから兄子は中1の間は立場が守られてたんですよね。
田中先輩の妹だからっていうことで。で、映画版だと、お兄ちゃんは退学になるんですよね。でも、原作は卒業してるんですよ、お兄ちゃん。だから、映画版の方が時間が圧縮されてる分、多分映画版は僕一切差だと思うんですよね。表現としては。そうじゃないと多分5年に収まらないから。そうじゃないと5年かかっちゃうんで、多分一切差になってたと思うんですけど、アミコとお兄ちゃんの歳が近くなったことで、お兄ちゃんがいなくなるために退学っていう表現を取らないといけなくなってるんですけど、それとは別に、原作は卒業なんですよね。転校じゃなくて。で、これの意味ですよ。恐ろしい意味だと思うんですけど、映画版は転校なので、おばあちゃんの家に行った後も学校行くのかなって気がするんですよ。うん、多分転校して、おばあちゃんの家から地元の学校行くのかなって気がするんですけど、原作は中学校卒業なんですよ、うん。義務教育を終えるってことは、もう学校行かないよねっていうことなんですよね。あで、まだ転校の方が救いがあるというか、俺はもう無理やけど、おばあちゃんやったらアミコのこの先見れるかもしれないっていうことで、まだ中学校の途中で転校させたように見えるんですけど、義務教育を終えるタイミングまで待ったっていうことは、ここまで待って俺はあと知らんっていう意思表示だと思って、うん、もう、社会からアミコがドロップアウトしようがもう知らんっていうことですよ、うん。きっと。もう俺は面倒見た。義務教育まで。あとは義務じゃないから俺の手を離れてるっていう。ばあちゃんが何とでもしてくれるっていう感じだなと思って。で、そうなると、またお父さんのキャラクターがより嫌なものに見えてくるというか、うん、映画版よりもえぐく見えるんですよね。そうですね。その良さは映画版では薄れてるけど多分あるんですよ。まあなんかその原作を読むことで見えてきたこちらアミコの別の顔みたいなのもあって、そこがね面白かったですね原作は、うん。あと原作はアミコの記憶が分断するんですよね。だから話しかけてくる人が誰かわからないんですよ、うん、僕たちには、うんうん。話しかけてくる男の子いるじゃないですか映画版で。はい、僕らは同じ人と思いながら見てますけど、小説の方は常にゼロベースなんですよ、会話が。誰かわからないってことですよね。誰かわからない。常に初めて登場してきた人として描かれてるとか、あるいはシーンが飛ぶんですよね、いきなり。ポンって。で、それはアミコが別のことに気を取られたから、話が飛ぶとかっていうのを文体で表現してるんですよね。あれ、ノリ君どこ行ったのみたいなのがなったりとか、それはもうアミコが別のことに気を取られたからもう話が飛びましたみたいなことを普通にしてるんですよ、原作の方は。そこがね、本当に原作で読み解ける部分がむちゃくちゃあるなと思って、本当に比べることで見てくるものがあると思います。映画はやっぱり客観視することで見えてきてるものを見てるんですよね、僕らは。うん、で、映画は小説と違うのは、僕たちはアミコになれないっていうものを見せつけられ続けると。正直映画は見てても、なんでこのタイミングでアミコこんなことするのとか、なんでこのタイミングでこんなこと言うのみたいなのいっぱいあるんですよね。はい。わけわかんないんですよ。なんで何を言いたかったのみたいなのあるんですけど、それを想像しないといけない。教えてくれないんですよね。うん、そこが、まあ、映画版としての強みだなと僕は思って、アミコは他者であるという、もう怪物的なまでの他者であるっていうものを見せつけられるんですよね。で、それでも、このアミコを見続けられるかっていう、観客の君たちはっていう。なんか僕、それもちょっと、あれかな。ちょっと僕は嫌いに、ってか嫌やなって思ったポイントにちょっと関係するかなと思ったんですけど、うん、まあこれも僕の被害妄想だなって思ってもらってもいいんですけど、すごくこの映画を見て僕は引け目を感じたというか、この映画ってやっぱりアミコのなんかある種の絶対愛でないアミコに思いを馳せる映画だと思うんですよね、うん、やっぱり想像するとかっていう映画だと思うんですけど、うんうんうん、でやっぱ自分たちも多かれ少なかれそういうことがあったでしょっていう純粋さで人を築けたことあったでしょっていうことにも思いを馳せたりもするし、まあアミコっていう他者に思いを馳せるという映画だなと思ったんですけど、まあでも僕は受け入れられなかったとか、そういう想像できる度量がなかったわけなんですけど、なんかその自分のその度量のなさが結構チクチク痛むというか、皆さんはこれを見てまあ思いを馳せてくださいねって、そのためにある意味こうそのままお出しして客観的に出してるんでしょうけどっていうので、うん、でも僕はそれを受け止められなかったっていうのがすごくなんか、こういうのも受け止められないんですかみたいな風に言われてるような気がして、僕はすごく嫌な気持ちになったっていう感じだったりもするんですよ。もう被害妄想かもしれないけど、これは。うん。うん、
面白いです。僕はすごい正しい鑑賞かなって思いますけどね、それは。特にそのマリオンさんはノリ君視点で見てたわけじゃないですか。はい、一個の視点から見たら、ただ不快な人間ですよっていう風に見えるっていうのは多分正しいとは思うんですよね。そうですね。で、僕はあっちこっちに感情移入の対象を動かしてたんですよ。自分はかつてアミコだったなとか、自分はかつてアミコのお兄ちゃんだったなとか、アミコの父親だなとか、あるいはその名前も覚えてない男の子だなとか、そのあるいはもう劇中には登場しないアミコを遠ざけ続けた学校の誰かかもしれないし、僕の視点はもう常に移ろい続けてたので、ある種の概念としてアミコを見てたって感じはしたんですけど、マリオンさんはより具体的な存在としてアミコを見てたから不愉快に感じたし、その不愉快に感じてたということに対して嫌な感じを覚えたっていうことなのかなと思ったんですけど、それはすごい正しいというか、その簡単にアミコを飲み込めるような話になってたらこの話はダメやと思うんですよね。うん、そうですね。その清くて純粋なマイノリティみたいな描き方しちゃダメだとは思うんですよ。うん、なんか私の中ではアミコとノリ君はもう1と1でしかなくて、なんかそれこそ、まあ、アミコはこう何らかのもしかしたら発達障害を持っていたかもしれないけど、うん、別に発達障害がなくても普通に空気読めない、うん、それに自覚はあるけどどうしても読めない、うん、周りにも馴染めないっていう人もいるわけじゃないですか、うんうん、まあそういう人の話がジョーカーとかなってくるかもしれないですけど、うん、なんか私の中ではなんていうか社会とか大人とか自分以外の自分と違う人間がやっぱうざいっていう感覚もあるから、うん、あったしあるから今もなんか、うん、なんやろうな、空気読めへん側も空気読める側も1と1でしかないっていう感覚なんです私は、うん、両方うざいよねって両方枯らしてお互いが、うんうんうん、でも大多数になじまれへんとな、生きていかれへんもんな社会は、それが一番の切ないポイントですけど、うん、でやっぱ映画とかに関わらず、そういう物語ってそういう理解できないものに理解を示すきっかけを与えるものだと思うんですよね。やっぱそこに思いを馳せるっていうことをできるっていうのはやっぱ映画の力だって物語の力だと思うんですけど、うん、まあ僕はそれが受け止めきらんかったっていうのがやっぱすごく引け目っていう。映画のこのこちらアミコの感想も結構やっぱ絶賛寄りなので、まあ結構肩身が狭いというかそういうのもちょっとあるし、うん、この映画というかその、うん全否定するのは僕も良くないと思いますけど、なんかもうちょっと嫌いって思ったら嫌いって言ってもいいのになぐらいに思っちゃうというか、案外。うん。なんか、うん、みんな頑張って思いを馳せようとして偉いなって思っちゃったというか。うん。いや、なんか思いを馳せるというよりも、なんていうの、みんなそっち側と思ってたの。うん。いや、まあ私は私と原口さんはアミコ側やなと絶対思ってたんで、見る前から。はい、この話をする前から。なんかそれ言ってましたよね、なんかね。すごい。勝手に今、原口さんくくられましたけど。前も言ってましたけど。それ意義ありますかみたいな。まあ、うん、分かる目あるけどね。いや、別に、それ言ったら分かりますよ、僕だって。そんな。いや、山口さんも。やっぱその、アミコそのものとかじゃなくて、いやまあ、はい、やっぱなんか何かしらの不協和音を生む存在なのかなって思ってたの。この4人は。この4人。いや、まあ、いや、うん。それは僕もあるかなと思いますけど、いや、そう。でも面白い、すごい。うん、まあでも、本当にノリ君っていうのはわかる。だからなんか本当に自分が小学生で、マリオさんも小学生だったら、あの絡み方してキレられてる自信ある。うん、毎日毎日一緒帰ろう、一緒帰ろうって。で、なんか、教室にあやい傘とか書かれて、すっごい恥ずかしい思いするんやろうなって思って。うん。うん、そう、なんか。もう絶対そういう事象が起こるのは想像できます。想像できますもん。うん。いや、まあそう。僕だってそら、社会に溶け込めてるなんて思ってないですし、もう、社会に居場所なんてないよみたいなぐらいな孤独感を覚えることってありますけど、これはなんか自分は受け止めきらんかったなっていう。あと、この映画を絶賛したからといって、実際にアミコがいたときに、その、この映画を絶賛した人がアミコを受け入れられるかどうかってまた別問題なので。まあね、それはそうですけどね。うん。うん、それは、あんまり優劣とは関係がないっていうのはあるとは思います。それはそうですね。まあ別に、アミコみたいな人とかじゃなくても、うん、受け入れられない人間のことは受け入れられないっていうのはあるから。うん、そうですね。だから、うん、まあ、その、絶賛ムードに対するなんかちょっと引け目っていうのは、まあちょっともう完全に僕の被害妄想かなとは思いますね、そこ。うん、でもその、最後のシーン、お父さんに置いていかれて、私はすごい絶望したんですけど、うん、その、海に行くじゃないですか。うんうん、海でお化けたちが出てくるじゃないですか。うん、あのシーンで、そのお化けたちが海に手招きをしてくるじゃないですか。うん、でも、アミコが、いや、行かへんっていう、う
意思表示をする終わり方が、うん、まあ、すごい、アミコはアミコなりに大人になろうとしてると思って、うん、大人になることでやっぱり救われることってあると思うから、うん、学校よりも社会の方がある意味では寛容な部分も私はあると思ってるので、うん、そういうのがあったらいいなと思いました、あのラストは。うん、あのラストはやっぱり救いかなとはやっぱ思うんですよね。さっきその山口さんが原作との違いというか、終わりは原作は卒業で終わるけどみたいな話されたと思うんですけど、うん、映画版は結構結末違ってて、なんかそこの手招きしてる幽霊の誘いに乗らないっていうところは結構まあそこもちょっとある種の救いというか、うん、結構映画なりのオリジナルな解釈ですごくいい着地だったんだなっていうのをちょっと改めて聞いて思ってたんですよね、うんうん、あそこに残る決心をするってアミコ自身は何も考えてないのかもしれないけど、あそこにやっぱ留まってくれるっていうのはすごく良かったことだなっていうのはすごく思いました。うん。そうですね。僕もあのラストすごいいいなと思うし、あとはあの、お化けの描写、うん、僕すごい本作の結構大事な部分だなと思ってて、やっぱアミコは死を恐れてるっていうこと、うん、で、アミコの中の死の概念は、大人たちが持ってる死の概念と全然違うんですよね。学校のお化けが象徴してるものだったりしてるんですよね。アミコにとっての死っていうものが。だから、なんかもう、全く理解のできない無とかではなくって、お化けなんてないさっていう歌で、抗えるような気がする何かなんですよね。アミコにとっての死って。うん、でもやっぱりアミコは死が良くないことっていうことはわかってる、うん。で、それに限らずやっぱりアミコは孤独であるとか、あるいは人を怒らせることも良くないことっていうのはわかってるんですよね、やっぱり。うんうん、だから、人が不機嫌になったら立ちすくんでしまったりとか、本作で一番刺さった部分なんですけど、え、私ってキモいって教えてって聞くところ、うん、自分が不協和音を生み続けてるということは分かってる。で、それをどうにかしたい。何かで今自分は苦しいからっていう。アミコは冬の中に防寒着も着ずに立ってるような状態。うん、すごく苦しいけど、その原因が服を着れば直せるものとかっていうことを気づいてないような状態だと思うんですよ、うん、ボキャブラリーがないからって言い方でもいいと思うんですけど、この状態を抜ける、この苦しい状態を抜けるにはどうしたらいいかっていうのがわからない。少なくとも自分が素で持ってるものではそれを突き詰めることはできないから教えてっていう。でも大人たちはずっとそれを隠し続けるんですよね。何も教えてくれない。死んだ自分の下の兄弟の性別も教えてくれない。自分がどうしたらいいのかも示してくれない。で、最終的にあの男の子、ちょっとカッコつけた感じで、いや、もう、わしだけの秘密じゃって言って去っていくけど、僕あのシーン絶望やなと思って、教えたれよって。そうすることでアミコは、この自分が良くないって感じてることの正体を突き止められるかもしれないのに、初めてアミコは自分の苦しさの源を誰かから教えてくれるかもしれないのに、教えないんかよと思って、僕あのシーン絶望して、お前も大人たちと一緒じゃんと思ったんですよね。カッコつけてよ、アミコを傷つけないのがいいと思ってるなんて大人たちと一緒じゃねえかと思って、辛い、もうあのシーンね、辛くて、いや、なんか山口さんの話聞いてたら泣きそうになってきた。アミコは苦しさの正体が分からないだけでずっと苦しいんですよ。でもさ、その我々、いや、もちろんね、そのある程度ね、その社会に他の人たちを思いやりつつ、うん、こう社会で生きていかなくちゃいけないのはもちろんなんですけど、うん、そのキモいとこがあるからといって直していけなんてちょっと過酷が過ぎるというか、なんか、うん、まあそれが風呂入るとかだったらいいですよ、風呂入るから、うん、でもそうじゃないところ、自分自身の部分を言われてしまったら、うん、それを直すって自分じゃなくしていく作業でもあるというか、うん、それをしてまでこう社会に溶け込んでいかなあかんっていうのはちょっと残酷すぎる気がする。うん、そんなこと言ってもしょうがないんですけど、うん、いや、残酷ですけど、うん、アミコがそれをしたいと思ってるんだったら、させてあげたいなとは思うし、そもそも僕らもそれしてきたでしょ？アミコほどどでかい壁にぶつかってないかもしれないけど、ちょっとしたことですり減ってはこうしない方がいいなっていうことで、本当の自分みたいなものをその度ぶつからないように形変えてきたでしょ？それは。で、それをもう自分に、変えたくない。自分として生きてきて、もう変える前のことを忘れちゃったみたいな状態ですよね。うんいや、でも、どうなんやろ。それは悲しいことですけどね。アミコにそれをやる権利がないわけではないと思いますよ。でも、キモいことを言われたことじゃないもん、別に。それは。お前、キモいから直せって言われるなんて。うん。なんか、そんなん言い出したら、
そんなことまかり通りますかってなりませんか。そのキモいの基準何なんですかってなりませんか。そもそも、うん、まあね、キモくないかどうかって誰が決めてるんですかってなる気がする。まあ、まあ、あの子の物差しでしかないですけどね。そのキモいかキモくないかって言われてキモいと思うって、そのは彼の物差しでしかないかもしれないけどね。うん。まあ、だからそういう意味では、でもそののりくんが嫌やからついてくんなとかやめろってずっと言ってたわけじゃないですか。うん。それが、その、本来、人が何かを直すきっかけになり得るけど、それはアミコはならなかったわけじゃないですか。でも、その、伝えるの難しいですね。その、ついていくこと自体がキモいとかっていうことでもないじゃないですか。その行為がキモいっていうことじゃなくて、空気読まれへんことがキモいねんっていう話やと思うんですけど、空気を読むっていうのは教えれるのかっていう話も結構あるのかなっていう。まあね、方法論というにはあまりに曖昧なものですからね。そうですね。いつの間にか読めるようになってたみたいなもんじゃないですか、空気を読むって。もうなんか自転車は乗れなかったけど今乗れるとかってもう乗れなかった時のこと想像できないみたいな近い位置から、なんでしょうね。でも読めてるかどうかわかんないじゃないですか。読めてる気がしてるだけで。いや、もちろんそうですよ。うん、読めてるかは分かんないですよ。空気って読むもんじゃなくて読んでるふりをするもんだと思いますよ。うん、でもそれがうまくできない人もやっぱいるからさ、それを責められるのはちょっときつい。きついけど。なんか辛くなってきた。やばい。なんか謎のダメージ食らってきたと。ちょっと話を作中のことに戻しましょうか。はい。今まであんま触れてないんですけど、僕本作のすっげえ大事な部分、やっぱお兄ちゃんの存在だとは思うんですよね。うんうん。お兄ちゃんはマジで頑張ってたとは思うし、ただやっぱり敷地を超えるともう我慢できなくなっちゃうっていうのもわかるなとは思って、やっぱまた小学校時代の時のアミコに対する接し方のお兄ちゃん然とした感じ。お兄ちゃんはやっぱりアミコにさっき言ってたようなことを教えようとはしてたじゃないですか。うんうん。あの人のほくろ見るなよとか、うん、それは失礼やぞっていうね。それは空気を読むということのかけらじゃないですか、うん、ほくろを見るなよっていうのは。そこでお兄ちゃんももうあの事件があったことでやっぱもう切り替わっちゃうんですけど、あれがなければ多分お兄ちゃんはアミコにいろんなことを教えようともっと頑張れたとは思うんですよね。お兄ちゃんは本当にまあ、兄弟っていいなって、私も弟がいるんですごい思うんですけど、うん、なんか兄弟だけが、なんか自分のこと分かってくれる存在ってやっぱ思うタイミングがあったりして、うんうん、確かに、それは、うん。なんか大人じゃない存在で一番身近な存在って兄弟やなって、うんうん、それは思いますね。でもお兄ちゃんお兄ちゃんの人生を歩んでいきますもんね。うん。確かになんか劇中のお兄ちゃんの距離感って結構やっぱ絶妙だなっていう。ぐれてやばい状態になってましたけど、なんだかんだ仲いいとも悪いとも言えない距離感があるから、あの辺の出し方がすごい確かに上手いなと思いました、うん、まあ、でもなんか僕ちょっとやっぱこの映画のことがちょっと拒否感ベースで見てるとこがあったので、嫌いや嫌やって思いながらちょっと見てた部分もあったんで、何でもまああれこれどうなんやろって思うシーンがちょっと目についちゃったりしちゃったんですけど、お兄ちゃんがグレるタイミング結構急やなとか勝手に思ったりとかしたんですけど、うんうん、急。あと中学校ですよね。はい、中学校って退学ってあるんでしたっけ？そう、そこね、違和感なんですよ。ないでしょ。あれ、どう考えても公立校だから、公立校退学って何？いや、なんか、なんか、うん、そう、中学校の話だなってちょっと今話聞いてて思って、あれ、退学はなくないって思って。で、なんか結局だから、そのアミコの周りの人物の描き方が結構、なんか雑だったんじゃないというか、結構適当だったんじゃないってちょっと思うようになっちゃって、嫌いベースで見てたとこはあるんですけど、なんかやっぱ全部なんか、それっぽいものでしかなかったようにもちょっと見えて、そこも結構僕はノイズだったかなっていう。なるほど。それはあるかもしれないですね。時間を圧縮した弊害だと思います。お兄ちゃんを卒業まで長引かせられるタイムスパンの話になってないから、退学っていう手段を取るしかなかったけど、公立中学校退学ってあるんですかみたいなのになるし、あと原作は5年ぐらい時間があるので、お兄ちゃんがグレるって多分もうちょっと緩やかなグラデーションなんですよね。映画版マジいきなりタバコ吸ってるじゃないですか。ってそう。急なんすよ。なんか。まあでも実際、グレるときは急にグレるんちゃいます？まあ
うんうん、僕はそういうもんとして見たから、あまあまあって思ってたけど、急だなと思いました。結構、そっち行くんやっていう感じが。うん、なんか、お兄ちゃんに関しては、うん、いや、あれぐらいのグレ方って結構健全やなと思いましたけどね、私は。だからお兄ちゃんお兄ちゃんで、うん、こうコミュニティにちゃんと所属して、多分あの手のタイプは、なんやかんや暴走族とか入るんやけど、17とか18ぐらいで、スパッと働き出すタイプになっちゃうかなっていう。うん、なんかそんな気もします。根は真面目そうやなっていうのはありますね。結構お兄ちゃんは割と真っ当な、うん、うん。うん。まともそうだとは分かりますけど。まあ、なんかそのね。やっぱりそれまで、アミコの面倒を見る人でしかなかったから、お兄ちゃん、コミュニティに属せてなかったんですよね、多分。で、小説の方だとその描写はあって、アミコがからかわれないように、帰り道で同級生が来たら隠れるっていう描写があるんですよ。うん。うん。っていうことは、お兄ちゃんは同級生とあんまり付き合えてなかったはずなんですよね。アミコの面倒を見てたから、うん、ですね。うん。でも、まあ、ちょっともう、表面張力がバーってこぼれちゃって、お兄ちゃんはお兄ちゃんで自分の居場所を作りに行ったっていう感じはあったのかなとは思って、うん、まあまあ、あれはあれで、うん、お兄ちゃん視点の話でも成り立つぐらいには、そういうことってあるよなっていうぐらいには見てたかなっては思いましたね。あと最後、助けに来てくれたしね。あの、うん、お化けいるっていう、うんうん。あそこほんま嬉しかったです。あそこ絶妙な距離感が一番出てるなって思いましたね。うん、なんだかんだ助けてくれるというか、うん、めんどくせえなって思ってるかもしれないけど。うんうん、でも結構、兄弟の距離感とか家族の距離感って意外とあんな感じ。うん、そうですね。しかもこう、他者から見たら、すごい冷たいというか、きつい、口調だったり、ぶっきらぼだったりするけど、それだけ気を許してたり、するから、うん、ああいう感じっていうのもあったりして、うん、お兄ちゃんは本当に良かったです。あと、卵ね。うん、卵。卵。鳩の卵。卵ね。残ってたんやーっていうね。鳩、昔ベランダにいたからわかる。たんですね。ずっと音すんねんな、確かに。ああ。あれ、卵割れないんやってちょっと思ったんですけどね。うん、そう、まあ、ちょくちょくその、ちょっとファンタジーがやっぱ入るというか。うん、ファンタジーが入ってて、うん。ちょっとその、うん。うん。あの、超細かいとこ、擦り続けて申し訳ないんですけど、原作やとあの卵3個なんですよ。細かいな。マジで細かいな。はい。で、映画は1個やったじゃないですか。はい。うん。でもなんで書いたかなとかちょっと思ってたりして。ああ。なんか、3個には意味があったんですかね、その兄弟の数と合わせたり。まあ、あの、兄弟は3人兄弟になってたかもしれないですし。ああ、そうやな。はいはいはい。その、だから、壊れた卵は1人なのか3人兄弟なのかっていう違いにも見えて。うんうん。ああ。なるほどね。確かにな。あれ割れてもおかしくないのに割れないんだよな。なんか、ちょいちょいなんかね。そこ映画のファンタジーやなーって。まあ、あとなんか結構、冒頭で、みかん天井に投げるじゃないですか。で、落ちてこないっていうシーンとかも、うん、あれも結構不思議だなと思いながら見てましたよね。そうやね。なんかああ、はい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 。落ちてこないみたいな。うんうん、なんか、あれもね、どうなんやったんやろうなと思って。意味は、まああるんでしょうけど、うん、絶対、あんな違和感のあるシーンないと思うので、なんかやっぱ意図はあったよなと、うん。どこに挟まってんってな。トウモロコシからめちゃくちゃ水出てくるとか、え、何ってなったんですけど。なんかね。いいですね。だから映画としてのなんかその演出のこう引力がめちゃくちゃ強くて、やっぱ引き込まれるんですよね。すごくなんか。うんうん。あ、なんかここにすごく目が行くっていうとこ結構あったりとかするんで、やっぱでもそれがある映画ってやっぱそれクオリティめちゃくちゃ高いですよねっていうことにはやっぱ繋がりますよね。あ、そこで、あの、ちょっと、絵作りの話をしたいんですけれども。はい、うん。あの、やっぱ見てて、劇場やと特になんかこう、五感を伴って、閉塞した空間にならへんように作ってるような感じがしてて。うん。あのね、人によって通ってた学校が、テイストがちゃうかもしらんねんけど、本来ならベランダにしそうなところを、あの学校廊下にしてるなって思ったんですね。外に開けてるところ。うんうん、あれなんか上変わってた学校は普通ちゃんと窓枠があって鉄筋入ってるよなと思ったんですけど、今回の学校は外に開かれてるじゃないですか、もう雨が入ってくるような、うんうん、あれなんか珍しい、なんかあれで閉塞した空間じゃなく、実はアミコは広い世界を見てるっていうように見せてんのかなとかって思ってて、うん、結構要所要所で閉塞的にならんと広い空間を見せようとした絵作りをしてるなっていうのが結構見てて印象に残りました、うんうん、ああいう学校はまああるっちゃありますかね。僕の小学校の時もああいう廊下でしたけど、うんうん、そうやったんや、うん、確かにその世界の広がりがあるっていうのはおっしゃる通りだなと思って、やっぱアミコの主観ではどこかに閉じ込められてるって感じではないんですよね。やっぱりアミコは広い世界にいるっていう風に自分のことを捉えてるから、
そこの広がりがある、開放感のある話だったと思うし、あと、音の演出もすごい良かったなと思って、例えば暴走族の音が近くでは鳴らないとかね。で、ちょっとその、ポコポコした可愛らしい音が流れてるとか、その、基本的にアミコの世界は、アミコが楽しくなるように作られてるっていう感じがあって、やっぱり楽しくないものは露骨に違和感として、ベランダの音とか、うんうん、そういう風に演出されてたのかなと思って、そのあたりも巧みかなとは思いましたね。そういう意味で今音っていう意味だと、一瞬無音になる時間がいくらかあって、結構そこを世界との隔たりというか、アミコの世界とストーン世界のあれなんかなっては感じたりしながら、たまにある、うんうん、まあ、無音が結構印象的やなという。うん、なんか私アミコが側転、うんはい。するシーンがむっちゃ好きで。わかる。もうなんかあんな綺麗に側転できるの、ずっと見ときたいわと思って、はい、家で練習っていうか久しぶりに側転というかできるんかなと思って、やったんですけど、はい、一切できなかった。一切できない。自分の体ってこんなに重いんだって思いました。だから、それがなんか本当にアミコのすごい軽やかな、うん、あのシーンが一番好きです。いや、なんか、ね、うん。側転ね。綺麗でしたね、あれ。うん。あれ、小さい時しかできないよね、側転って。いや、足が上がらない。新体操とかやってなかったら、うん。なんか結構恐怖もあるし、うん。思ったより難かった。だから、この映画でやっぱそういう、あの時期にしか出せない身体性みたいなのが、やっぱ要所要所に出てるじゃないですか。その側転のシーンにしろ。やっぱそれは、この映画じゃないと撮れなかったんだろうなって、うん、この映画しか撮れなかったものだろうなって思うので、うん、そういうシーンはすごいなってやっぱ思いますね。うん、好き嫌いがむちゃくちゃある映画だと思うんですけど、出来に関しては疑いようがないかなっていうふうには思ってはいますかね。うん、うんうん、そうですね。出来はもう間違いなくいい。その上でこの映画が描いているものが好き嫌いはもう間違いなくあると思うんですけどね。うん、そうですね。はい。じゃあ、そんな感じでいいですかね。いや、でも、なんか僕、まあ結構嫌いって言いましたけど、ちょっとまあ、いろんな人の、はい、まあ今回ここやって話してみて、いろいろちょっと見方も少し広がったなっていう、自分的には。やっぱ僕、のりくんの視点でしか見てなかったなとも思ったし、はい、うん。まあ、すごく意義深かったなって思いました、はい。個人的に。はい。じゃあ、そんな感じで、こちらアミコの話は終わっておこうかなと思います。はい。次回どうしましょうかね。次回。はい。何があるっけ次回。候補みたいな映画ってあるんでしたかね。ね。配信見る回ありかなと思ってるんですけど、どうでしょう、うん、配信ですか配信。プレデターですかプレデタープレイ。いや、でもありじゃないですか。いや、ちょっと私、プレデタープレイちょっと言いたいことありすぎてやばいんですよ。え、マジですか？あえて近況で触れてないのはね。あ、そうなんですか。はい。あ、弾を、エネルギーをチャージしてたんですね。いや、まあ。これなんかちょっと、チャージしてたわけじゃないんですけど。なんかすごい根掘り葉掘り聞きたいぐらいなんですけど。あと僕なんか、一個案としていいかなって思ったのは、ロッキー4の再編集版が公開されるじゃないですか。確か。19あたりに。ああ、はい。うん。今週末ね、はい。見に行きますよ、もちろん。なんかこれもありかとかちょっと思ったんですけど、ロッキーとか。ああ。はい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 。あ、でもな、プレデター見たいな。ロッキーやったらもうシリーズで語らないとですよね。そうなんですよね。いきなり4だけ見て話するのもあれか。ちょっと負荷でかいですね、それ。そうですね。え、次って、ちょっと待ってくださいね。次はまだ映画バーじゃないんか。違いますね。直前。直前ですね。確かに、今なんか映画館でこれといった。これといった感じのはないかなーって気がしてたんですけど、プレデターなー、見たいなーと思ってたんだよな。語り忘れてるような映画ないですか？語り忘れ。うーん、特には思いつかないかな。ちょっと微妙にね、タイミング立ってたりする作品もあって、うん、難しいとこですね、うん、うん。僕はプレデターありかなって気はします。ま、え、前田さん、いい方向に？悪い方向に？私ね、ちょっとね、はい、言いたいことがちょっとあるんですよね。これは、プレデターなーどういうニュアンスだ。プレデターなー。ニュアンスがつかみかねる。ね。うん。何やフリートークは？フリーします？フリートークっていつも何やってたんですか？私多分フリートークの時いない時だと思うんです。前田さんがいない時に基本的にフリートークしてましたからね。そっか。そうですよね。フリートークって何を？まあ、近況をもうちょっと掘り下げる感じとかしてて、あと、あれします？この番組の映画化企画。あ、そうだ、それやろう。
ちょっといきなりこれ出て何かと思ってるリスナーさん多いと思うんですけど、このアフタートーク内でね、本当に、うん、いやでも妄想企画ありじゃん。ちょっとね、はい、あの収録外でもしこの4人映画バー の, このラジオやってる4人で映画化したらみたいなのを、はい、この収録外に妄想で話してたんですけど、はい、それが案外盛り上がってたんですけど、まあ、それをまあフリートークでやろうかってことですよね。はい、ありじゃないですか。なんかその映画好きな人が結構考えることが、はい、その映画作りに携わるならどのポジションがいいですかっていう話をしたんですよ。うん、そうそうそう。ああ。まあ、監督、脚本、キャスティングとか撮影、衣装、いろいろあるじゃん、宣伝とかもあるし、はい、って話をしてて。そもそも我々を映画化したらどうなのかっていう話そういう感じでしたね。はい。そういうのを収録外に延々と話していましたっていう。1時間半ぐらい話してましたもんね。次の日が休みだからって。でもなんかそういう雑談を交えつつ。近況報告、はい、って感じですかね。映画の話しつつ。はい。僕以外の3人でその話してたんですけど、その話聞いて僕も結構考えちゃいました。おー。いや、ほんまに山口は面白すぎるんですよ。え？ほんでね。なんか、自分を演じて欲しいの誰かとか、うん、はい、結構そういう話で盛り上がったんですけど、あの、おのおのの、はい、ちょっと次回詳しくというか、ちゃんと話すと思うんですけど、おのおのの、こう、ストーリーに出てくる異性も考えてて、はい、山口さんの分も勝手に考えようと思ってたんですけど、はい、山口さんの好みというか、はい、がわからなすぎて、はい、マリオンさんが堀北真希好きとかはもう知ってるんですけど、なんか、そういえば山口さんってそういう話全然セーフになって思ってなんか気になってました。誰を出したらいいのかな。言われてみたら誰もいないですね。誰もいない。あそんなことあります。いや、なんか映画の中のヒロインとしていいなと思う人はいますよ。例えばその霧島の橋本愛とかね、はい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 、ミューズやわっていう、あの作品とってのミューズやって感じするけど、でもなんか僕主役にしてもヒロインじゃないわみたいな。そう、自分が主役の時の、うん、まあそのヒロインというか恋人でもいいし、何でもいいんです。どんな関係性でもいいんですけど、うん、自分のストーリーに登場させる異性誰がいいかなっていう話。いないっすね。いない、いない。いない。サイコパスみ感じるわ。それを来週考えてみよう。はい。いやー、うん。いや、いないです。はい。いや、僕、基本考えたんですけど、僕しか出てこないんですよ。怖い、怖い、怖い。え、どういうことですか、それ。そう、だから、この4人でっていう話で。僕しか出てこないってなんか、ね。はい。え、マルコビッチの穴的な。とか、なんか、なんか、それはちょっと思った。やばい、楽しい、すでに。はい。じゃあ、まあ、次回フリートークで、じゃあ、フリートーク内でプレデターの話しましょう。わ、うん、かった。皆さんのプレデターの話を聞きたいので。わかった。まあ、その中で、フリートークの中の比較的大きめのトピックとして、映画の話したすぎるラジオ映画化企画。映画化企画、お願いします。はい。じゃあ。私の役だけ予算割いてほしいです。え？はい。そういう予算なんぼとかリアルな妄想もいいですし。もう。はい。じゃあ、そんな感じで。これ次回告知なんて言ったらいいの？伝わる？わかんない。次回告知。まあ、フリートーク。だから、映画化企画、ついに始動。はい、始動。はい。じゃあ、まあ、そんな感じでいきます。はい。はい、時間、では。大丈夫ですか？あ、もう巻きます。あ、まあ、任せていいですか？また。やばい、時間やばいよな。やばかったです。任せてください、マリオンさんに。じゃあ、すいません。山口また時間やばいので、消えまーす。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい。また、また僕たちに、はい、締めのお株が回ってきましたねっていう。はーい。はい、文章今出してるんで、トーク繋いどいてください。トーク話ちょっと繋いどっていただけますかっていう。ああ、それな、来週フリートークがね、うまいこといけばいい話ができるかなっていうのが俺はあって。あ、そうなんですか。収録日の前日に某大作映画で某ハリウッドスターの舞台挨拶取材できるかも。へえ、すご。その辺の話がなんか来週できたらなと思ってて。ほんまや、期待してます。はい、ちょっとそれは収録外話します。この後。では、マリオンさんお願いします。ちょっと待ってくださいね。今はちょっと文章出してるんでね。はい。はい。少しちょっと繋いでもらえますとか。
あ、そういうの。あ、それだから、冒頭話言うと、今日仕事でとか予定で行けなかったんけど、予定が合えば高橋良樹にインタビューしてたんですよ。え、マジですか？うん。あの、激怒っていう監督作品を来週末から公開するんですけど、それのキャンペーンで来てあってて。なんかあの、また来月舞台挨拶で来られるんですけど。あ、そうですね。テアトル来られますよね。そう、川瀬洋太さんと高橋良樹監督で舞台挨拶あるんで、ちょっと今日どうもこういう予定とか仕事の都合できなくて。あ、そうなんですね。うん、そう、なかなか川瀬洋太さんもね、忙しい人やから、なかなか大半できない人やから。はい、すいません。準備できましたんで、お知らせいきますね。はい。はい、では、お知らせになります。はい、8月も映画の話したすぎるバーを開催する予定です。場所は大阪の南森町にある日替わりイベント型カフェバー週刊曲がり。日時は8月の27日の土曜日。オープンが19時、クローズが23時となっております。また、この番組では、リスナーの皆様からお便りを募集しています。番組の感想、次回テーマ作品の感想などご自由に送りいただけると幸いです。また、次回バー開催情報や、ポッドキャスト次回テーマ作品の告知等も行っていますので、ツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。あと、この番組のイメージキャラクターである映画の話したすぎる猫カッコ仮をあしらったグッズも販売していますので、よろしければご購入くださいませ。お便り受付先、ツイッターアカウント、グッズ販売サイト、いずれも番組説明文に記載しております。それでは、映画の話したすぎるラジオ第78回、こちらアミコの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さようなら。さようなら。